長井チャンネル。皆さんこんにちは。長井市役所秘書広報室の斉藤です。今私が手に持っているこれ、なんだかわかりますでしょうか。約1000年の歴史を持つ長井の伝統神事黒獅子舞。本日は市内各神社の黒獅子舞が一堂に集う長井黒獅子祭りをレポートします。各神社の黒獅子舞の前段を飾ったのは豊田小学校の少年少女河合獅子踊りと平野小学校の平小獅子踊りです。長井に根付く伝統文化が次世代に継承されていく様子が見て取れました。お礼目を尋ね申し、お手を取りお礼申し上げるべきところなれど。いよいよ各社黒獅子の登場です。今回は12社の黒獅子舞が参加。地域の歴史と伝統の中で守り受け継がれてきた黒獅子舞を披露しました。笛太鼓のお囃子に共鳴するように響く鋭い羽打ちの音、そして警護との力比べの迫力に圧倒されました。黒獅子が勇壮に舞い、長井市の夜を厳かに彩る長井黒獅子祭りはいかがでしたか。黒獅子舞をもっと楽しみたい人はライブ配信のアーカイブがありますので、そちらもぜひご視聴ください。ご視聴いただきありがとうございました。これからも魅力的な長井市をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。